ありがとうございます。ちょっとね、ちょっとめちゃくちゃ疲れてるんで、給与明細、もうパパッと発表したいと思います。この画面を小さくして、給与明細を全体像にしましょうか。ちょっと新しい構図で失礼しますね。いや、なんで疲れてるかっていうと、ツイッターに書いたんだっけな、ちょっと忘れましたけど、ですね、最近ちょっと夜勤で欠員が出まして、どうしてもちょっと残業してほしいと。で、1時間って言われてたんですけど、それはどうも2時間ぐらいあるみたいで、それは2週間ぐらい続くということで、ちょっとうまいことね、睡眠の確保はできなそうなんですけど、逆に疲れすぎて今眠くないっていうね、不思議な状態になってるんですけれどもね、今日、夜勤で8時間働いてきた後に2時間ぐらい寝て、6時間日勤行ってきて、で、今から1時間半ぐらい寝て、また8時間労働ですね。これ、続けたら死にますね。1日13、4時間労働で睡眠2、3時間っていうね。ちょっと、それで配信をやってくって決めたんで、配信は今日やるんですけど、はい。その配信の前に、給与明細もね、もう月末なんで動画撮らないといけないってことで、ちょっと編集な、ほぼなし。うん。で、もう短めに行きます。はい。ちょっと前置きが長くなりましたけど。行きますね。ですね、給与明細ですね。令和5年7月ですね。20日しか働いてないですね。もうちょい20日しか働いてないですね。7月。あれ？なんか休みありましたっけね。有給も取ってないし、まあでも20日間しか働いてないということで、なので1日5時間労働なんで、20日かける5時間で100時間ですね。100時間。で、時給1000円なんで、基本給は10万円となります。で、25% 増しなんで、0時から5時までなんで、25% 増しして12万5000円。非常に、今回分かりやすいですね。うん、給与明細が。すごい綺麗な数字が並んでおりますね。000って。で、まあ、通勤手当とかいろいろ出て、総支給額合計が129,810円ですね。はい。で、これが私がもらえる額ではなくて、健康保険が7500円くらい取られて、住民税が1万円近く取られて、介護保険が1300円取られて、厚生年金が1万3000円取られて、はい。そういうものはもろもろ、所得税が830円取られて、所得税安いですね。はい。で、控除合計が33,821円で、差し引き支給額95,989円とって、またね、はい。これ、また最低額更新じゃないかな。ちょっと調べてみないとわかんないですけど、9万円台ありましたよね、今年入って、また。2回目ですね。うん、9万円台。やばいですね。うん。ゴールデンウィークの時でしたっけ ?9 万円台行ったの。ちょっと覚えてないんですけど、調べて、もし最低額だったら、まあ、サムネイルに最低額って入れていきたいと思います。はい。何分経ちましたか ?3 分。はい。もうこれぐらいでいいですかね。はい。ありがとうございました。夜勤はほどほどに頑張ります。いやー、でもきついな。こっから1時間半ぐらい寝て、配信して、そっから8時間労働ですか。さすが8時間なんで、途中休憩もらえるんですけど、休憩でもう爆睡しましょうかね。うん。で、このスマホには最強のアラームがあって、絶対起きれる音があるんで、はい。それで起きたいと思います。それでは、配信でお会いしましょう。